西、バハル・アルガザール州は、南スーダンのバハル・アルガザール地方に位置する州。州とはワーウ。面積は93,900平方キロメートル2008年。の人口は333,431人。南スーダン10州のうちで、最も人口の少ない州である。ワラブ州、北、バハル・アルガザール州、レイク州とともに、バハル・アルガザール地方に属している。 北西をスーダンと西を中央アフリカ共和国と接する。北は北、バハル・アルガザール州、東はワラブ州、南は西エクアトリア州と接する。この地方は特に18世紀から19世紀にかけて近隣のイスラム教主張国の奴隷貿易の被害を最も大きく受けた地域であり、1860年代から1870年代にかけての最盛期には、 この地域の人口の75%にあたる40万人もの人口が失われた。2008年の人口調査時においても人口は少ないままであるが、これは常実の理由のほか、1983年から1999年にかけての第二次スーダン内戦においての甚大な被害が大きく影響している。西、バハル・アルガザール州は3軍に分かれる。ジュルカワ軍、 だがぐんわーうぐんわーうらンくんじゅんぐでーむずびや。ありがとうございます。